はい、えー、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。えー、ということでですね、今回は、本日ね、2月26日、まあ、25日もそうですけれども、えー、ちょうどですね、今から1年前でございますよ、アクアファーストラブライブステップ021というですね、アクアの1回目のライブがですね、横浜アリーナで行われてから、 まあちょうど1年でございますけれども、まあ、今回はです、ねまあ、その時きの,、ね、のちょうど1年前ですのでちょっと振り返ってみたりとかねいろいろとまあ思い出話も含めて、まあ、おしゃべりしていきたいなと思いますそ今も、ね、こんな感じで、ね、あのちゃんとブルーレイも買って、ね、あの見てるわけなんですけれどもいや,やっぱりねファーストライブがめっちゃ良かったよね まあもちろんね、言うまでもなくセカンドライブとか、そういうのもね、その他のイベントもめちゃめちゃいいんだけれども、やっぱりね、自分の中では特にファーストライブが本当に思い出深いというかね。僕ですね、ファイナルライブ、ミューズファイナルライブに関しては、僕ね、チケットゲットできずに、あの、ライブビューイングで見たんですよ。ですので、あの、アクアファーストライブが僕、初めての現地でもあり、まあ、かつ、 なんていうのライブらしいライブをもうめちゃめちゃ楽しんだっていう、ね、初の要はそういうライブに行けたわけなんですよねライブらしいその雰囲気とかねそういうのを一番楽しめたのはアクアファーストライブがなんだかんだで最初なんですよで去年の、ね、やつとか色々と見てみますとね写真とか 本当にね横浜アリーナに思い出深いというかだからね本当にあの時の思い出はもういいっすよね <laughs> い,いいっすよねってちょっとおかしいねでですねえっとオティカチャンネルの方にもねちゃんとあのね前日物販の様子だったりね当日の様子だったりもいろいろとですね動画で出ておりますので、まあ、皆さんねぜひねそちらの方もチェックしてみてくださいだって僕まず全夜祭ライブ とかやったんですよ生放送でね生放送でそういうライブ配信とかやったりしてそう僕ねあの今まで現地でライブを見たことがなかったからその現地での,その楽しさっていうのライブ前のこの楽しい雰囲気っていうのがどんなものなのかってわ分かんなかったんですよなんですけどあのライブ前のそのワクワク感っていうのがそれでやっと分かって で、しかも、あの、同じね、その、仲間同士で、こう、ワイワイ喋ったりとかして、あ、これか、みたいな、こういう楽しさがあるんだっていうね、その、初めて、その、なんていうの、身についた感覚っていうんですか、ライブ前がこんなに楽しいのかっていうね、そういう雰囲気も、あの、出せましたし、出せましたっていうか、ね、感じることができましたし、まあ、それにね、あの、やっぱり、あの、確かにね、モニターで見る方が圧倒的に見やすいんですよ。それはもちろん、あの、モニターにはそれはね、叶いませんよ、やっぱり。 ライブビューイングの方が圧倒的に見やすい、かつ快適に見れるっていうのは、それは叶わないんですけども、なんて言うんだろう、その、遠方からでも、あの、決してステージから近いとかするわけじゃなかったんだけれども、ま、死て言うなら1日目かな ?1 日目がまあ近かったんですけど、なんて言うんだろう、こう、例えば左サイドとか、そういう、ちょっと遠いけど、ま、やっぱりね、そういう周りのね、その1万5000人の人たちとね、共にこうね大、大大声で盛り上がっていたり、声援送ったり、応援したりっていうのがね、こんなに楽しいのかっていうのもね、 初めて知れた、あれですから。まあ、もちろんね、西武ドームがね、あの、キャパ的には圧倒的に盛り上がったんだけれども、ファーストライブはファーストライブでね、すごかったよね。あの、おはようはね、おはようしこうって、だからヨハネよって言ってた時さ、あれなんか、地鳴りが起こったよね。なんかちょっと横浜リーな、ぐらって揺れた気がするんですよ。確か。まあ気のせいかもしれないんですけど、もうね、みんなね、そんな盛り上がるのかっていう、地鳴りが起きるほど盛り上がるのかっていうね。 そんな勢いでしたから、まあ、ファーストライブはね、もう自分もめちゃめちゃ声出してね、もう盛り上がったというか自分自身も、いいっすよね、やっぱりライブって。<laughs> て感じることができたあのー、ライブでした、はい、ライブってこんなにいいんだっていうことを知れる機会でもありましたし、かつ初めてのライブだったってこともあり、やっぱり思い出深いというかね、あね今日でちょうどね、1年を経つということで、まあ、今回ね、アカファーストライブに関してのちょっとね、あの思い出話とかをね、ちょっとあの途中で写真とかも動画とかも出たかもしれないんですけど、あのー、ねちょっと振り返ってみました。 まあお次はね、えー、6月からまだサードライブツアーが始まりますけれども、やはりね、ファーストライブこそが僕にとってはね、本当に原点なので、まあ、やっぱりね、初心を忘れずにね、あのー、これからもライブを純粋に楽しむということをね、あのー、一番に、ね、これからもライブを、まあね、イベントとかも楽しんでいきたいなと思います。本当にね、アクアの皆さんね、ファーストライブを、あのー、開いてくださってありがとうございました。 もうねあれがね本当に自分の中では最高の思い出となりましたリコちゃん推しで良かったなとも思いましたはいえということでですね今回は、えっと、アクアファーストライブからですね、えー、ちょうど1年昨年からですねちょうど1年経ちましたのでちょっとね雑談程度にではございましたが思い出話などをです、ねえー、語ってみましたいやー本当にね今となってはいいライブだったなと本当に心の底から思いました もしね、この動画いいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、こ平でした。バイバーイ。